どうもこんにちは、ミスター GT5 モッドです。今日はですね、ロスサントスに奇妙な女性が出現したという噂を手に入れましたのでね、ちょっと怖いので武装して、早速見ていきたいと思います。武器はアサルトライフルでいいかなね。じゃあ早速ワープしていきたいと思います。さあ何やら山の中に転移したようですね。さあ付近を見回している。おっと、目の前に上半身裸の向こうへ歩っていく女性が。さあそれを追いかけるアップ主ですね。山の中は奇妙な場所。お、何やら青いほんのりとした光が見えてきたようですが、その中に草むらの中に消えていったと思われる。行くのかアップ主。さあおっと、行かない、行こうとしたが行かない。周りの様子を確認するアップ主。周りの様子を確認して満足した。そして木の中に入っていった。なんとまた転移した。川の上でしょうか、川の上に花畑が咲いていますね。その上で何やら踊っている男子教室の先生でしょうか。職業は、推定年齢26歳、独身。完全に私のことを誘ってますね。これはもう男性を魅惑するポーズですね。これは求婚のサインだろうか。だがしかし私は水面を歩行することができない。彼女は水面歩行を使えるのに、私は水面歩行の術を覚えていないため、まあ泳いでこいということなのでしょう。おっと、また近づいたらワープした。なんだこれ、桜の木が森の山の頂上だと思われる部分にたくさん生えており、何やら素敵なところですね。蝶々が飛んでいたりするし、向こうには鹿がね、ダンス教室のこの観客として先生のダンスを見に来たのかな。狼などもね、狼かな、狐などもね、客としてこの場に赴いているようですね。おっと、ウサギちゃんまで可愛い。なんということだ、森の動物たちを完全に魅了して味方につけたこの女性、最後に敵に回るのかどうか、ちょっとね、やや私には持ってない能力を持っている彼女にややちょっと戦慄仕掛けているアップ主ですけどもね。ほら来なさい、おいでよ、美しいでしょ、私を見てと言わんばかりのね、この誘惑のポーズ。これに乗ってしまうのか、アップ主、乗ってしまった、乗ってしまった。さあそしてまた転移ね、転移することはもう分かっていたのですが、なんだこの一本道の綺麗な花のレール、まるでね結婚式の、結婚式会場への入り口。さあそこをね歩っていく女性を見つけました、アップ主。銃を構えながら、何何何、後ろから何何何何、ちょっとちょっと、ちょっと待って、ゆっくり歩きすぎた、何何何何だ、何かに引き殺された。カオスな状況、ちょっと理解が状況できるままさらなる場所へとワープした。ちょっと待て、今のは何だったんだ一体。まああれについて語るのはやめましょう。森のね、なんだこれは、動物たち、獣人かな、獣人と、まあ逃げろアップルシー、後ろからまた痛恨のパンチを食らいつつもまたさらに転移した。なんだこの殺し屋集団みたいなのが、おっと殺し屋集団が襲ってきたので応戦する。そして、ちゃっかり水面歩行ができているアップルシーです。さあ彼らを皆殺しにするのがアップルシー。そして後ろにも気を使っていくね、後ろからまた魔の手がね狂ってくる可能性。危ない危ない、おっ殴り殺したアップルシー、さすがの応戦力ね、すごい。彼らも水面歩行のね、魔法を、待てよ、なんで今一瞬ちょっと怪しいものが映った。おっと、水面歩行の術を失ってしまったのか、もしくはなるほど、見えない床を歩けていただけのようでしたね。水面歩行の魔法などもともと使えるはずもなかった。それはね、1階の人間ですから、1階の人間が変な誘惑に乗って変なところにたどり着いてしまった、ただそれだけのことです。さあそして彼らを殲滅することは可能なのでしょうか。彼らに HP という概念は存在しているのか、そもそも。さあ生まれ持った無限の体力を見せつけているようでありますね。お、1人やったか、1人、お、2人やったぞね、激戦の末2人を地に落とした。そしてもう1人を、もう1人の HP が削れるまでおそらくあとちょっと。頑張れアップル氏、お前のしもべりなど屈しないという姿勢をあの女性に見せつけろ。おっと、女性が何やらものすごい魔力を放っているようであります。これはちょっとなんだ、サーモスコープで確認してみましょう。サーモスコープで彼女の持つパワーの正体、なんという魔力、
やばい、あまりの魔力に私吐き気を催してきそうです。どうしよう、この魔力勝てない。これは敵に回したらいかんぞ。待てよ、変にここは刺激しない方が良さそうなので、相変わらずまあね、騙されたふりをして誘惑に乗ってみましょう。行くかアップ主。いや、これは行くしかないだろう。このままではいつか殺されてしまいそうですけど、何、ついにラスボスとの決闘シーンか。これはお、なんか怖い、怖い、襲ってくる。やっつけろ、やっつけるなら今だ。お、うわ、怖い怖い。何、飛行能力か。フライの魔法を使えるようですね、ラスボスの方は。うわー怖い。何やら蝶々の羽を生やしてハチェットを持って、襲ってきてあります。お、女性の顔が一瞬別の得体の知れないクリーチャーのような見た目に変わったか。いや待てよ、よく蝶の羽だと思っていた、羽らしきものは海のエイ、エイかな、これエイ的な何か。恐ろしいですね。さあ、このシーンをちゃっかり録画しようとアップルシェ、さすが。こういったどんな状況でも動画のサムネイルのことだけは忘れなかった。さすがの YouTuber プロ精神ね、さすがです。さあ、彼女を倒すことができるのか。膨大な HP を誇っている彼女であるはずだが、倒すことは可能なのか。さあ、襲ってくるが、あまりにも速すぎて自身のスピードをコントロールしきれていないのか、彼女。私をね、スルーしてちょっと後ろに回ってしまいましたが、顔面タコかな、これ。どうやら顔面タコが飛んだ。顔面タコ人間が空を飛んだぞ、今。ものすごいスピードで。恐ろしいですね。さあ、ちょっと先ほどの、サーモグラフィーで彼女のパワーを。羽が映ってないですね。羽にどうやら温度はない、温度を帯びていないようですね。これはサーモグラフィーといって熱感知ですからね。さあ、いいぞ。海の中に消えたか？海の中に消えた彼女。海の中に逃がすな！逃がす前にこちらで殲滅せよ。彼女を人間界に連れて行ってはいけない。ここで仕留めないきゃいけない。これが私の宿命。やったか！どうだ？照準が消えた。だが、エイは未だ回転している。回転をやめない。もう回転が早すぎてなんか点滅しているような気もしますが。そして謎の赤い球体。交代。やったのか、彼女。どうやら彼女をね、仕留めたようです。顔が完全にタコですかね、これは。どうなんだ？気持ち悪い。なんと気持ち悪い、彼女。ね、最初は魅力的な女性の姿だったのに。ね。さあ、本動画のオチが、あまり見当たらないですけども、まあ、一つ結論が出ましたね、皆さん。それは、美女の誘惑には乗ってはいけないということですね。何が起こるかわからない。そういった人生の教訓とも言うべきものを教えてくれた彼女でした。うわ、すごい、つなね、恐ろしいですね。さあ、それではこの場から立ち去ろうかな。ちょっと怖いのでね。これが、どうだ、次の誘惑はないのか。ちなみになさそうなので、この場で退散してよろしいのだろうかね。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。